す。いくら入ったんすか？いくら入ったんすか？いくら入ったんすか？毎度おきに、ティースタイル26テニスクラブの武志コーチです。中原です。はい、今回の動画はですね、ティースタイル26テニスクラブの、YouTube のチャンネル登録者数が、なんと1750人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。で、この度ですね、YouTube は、チャンネル登録が1000人以上いって、なおかつ再生時間です。それが、ある、まあ、規定をクリアすると、4000時間、うん、あ、それは、通常の動画ですよね。そうそうそう。で、ショートの動画もある。ショートはもっとすごいよ。だ1万回とか。あ、10万。どっちだったっけ？まあ、そのこう、3つこう基準があって、で、そのクリアして、収益化に、まあ、つながると、で、今回その収益化につながった分を、まあ、どうしようかとは悩んだんですよね。そうね、初収益化、またお金が入りました。入りました。ありがとうございます。いくら？最初はだから、今年の1月にその条件をクリアして、で申請をして、でいろいろ細かいのよ、その税収の、登録とか、アメリカに登録したりとか、アドセンスっていうね、ところに申請をして、申請の許可が下りるのにまた1ヶ月ぐらいかかる。でそれが通って、全部許可が下りて、初めてそのお金が振り込まれたのが、3月。でその最初が、9,222円、入りました。すごいですね。はい。その時1500ぐらいでした。1500ぐらいかもね。その1000人は超えたんですけど、その動画の再生時間がちょっと足りなかった。そう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 、入った分のその収益になった分をどういうふうに使おうか。そうね、もうこれはもうみんなのおかげだから、みんなにね、還元したいと思って、使い道を考えてたんですけど、今回、全部ね、グリップテープにしました。グリップテープ、こうこうヨネックスね、ウエットのグリップ、24本、24本、はい、ね、これにすごい色とりどり、このグリップテープをどうするんですかね。だからまあいろいろ考えたんだけど、まあ春ね、こういろいろ体験会とか、テニスを始めたいっていう人が結構多い時期だからね。だから貸し出し用のラケットがあるんだけど、あれ、まあグリップテープってね、みんなが使うから、すぐ汚れちゃうんでね、だからまあそのシダラケットとか貸し出し用のラケットのグリップテープに使おうということで、皆さんのご協力のおかげ で、最初の収益化のものは、グリップテープに使わせてもらって、テニスをこうこれから始める人たちのためにとか、まあね、みんなをあの忘れてきた時とか、あの貸し出しのラケット使うから、まあ、みんなで使えるものをと考えて、今回はグリップテープにさせてもらいました。すごい、結構ねグリップで劣化しますもんね。そうなんよね、昔はね、メーカーさんとかにちょっとグリップテープちょうだいよって言ったら、くれてたんだけど、今はね、ちょっともうこういう時代だから、だから今後もこういう使い方がいいのかもしれないですね。ちょっとこうね、テニス始める、新しく始める方とか、まあ皆様になんかこう使っていただけるような、ものに変えていきたいなと思いますので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またいろいろご意見ください。はい、コメント欄でも、ね、僕ら直接でも。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ今回はこの辺で。ほな、さいなら。